テレビ局の人がトレード決まった言ってるんですけどって言ったら、ブレイザーに呼ばれて、あの新人は1年目から使わないからって言われて、いきなり言われてるんですよ。掛布雅之の同級チャンネル、今回のゲストは85年優勝メンバー真由美さんと岡田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真由美さんが阪神に来られたのは田淵さんと古澤さんと2対4でした、2対5でしたっけ。2対4で53年のオフですよね、確か。ね、昭和だと、はい、その時球団から阪神にトレードだよってのはどんな感じで聞いたんですか。クラウンライターライオンズ、クラウンライターの時ですか。クラウンライターライオンズが、うん、所沢、埼玉、西武になる時に身売りして、はい、でその来季は西武で試合やるからっつって、うん、若いやつだけ集まって新規練習やってたのよ、うん、はいはい、そのメンバーに入ってたんですね。そう、グランドはね、グランドもなかったし、平和でも使えないのよ、あれ市のやつやからね、うん、で、副大のグランドでその20人かな、うん、まあ、ピッチャー10人野手10人ぐらい、うん、でやってたの練習を、うん、でこの若い、選手はもう来季をね見越して、とにかくこの若い選手だけで、来季はね試合を戦っていくぐらいの気持ちでやってくれよと、はい、そのぐらい周期練習見入れてやってくれよって言われて、まさかトレードっていうのは頭になかったわけないんだ。一緒に来た若菜は一応トレード要員で練習に出てきてなかったんだから。あ、若菜さんは。そう、あ、そうなんだ。そう、だから本当にね、もうトレードなんかあると思ってなかった。ほんで練習してたらテレビ局の人が来てんのよカメラ持ってさ、でまずないのよ、うん、田舎でっていうか、はい、福岡でもね取材なんかあるわけないんだよ、周期練習でね、はい、カメラ来てるから不思議やなと思ってこう見てた、うん、そしたらそのディレクターの人が呼ぶわけよ、真由美さんお願いしますって言うわけよ、はいはい、まあ、パーッと行って、何ですかって言ったら、トレード決まりましたって言うから、って言って、球団からじゃなくて、いや球団からじゃなくて、そう、これでね、うん、そんなことあるわけないじゃん、うん、その前に聞いてんだから、はいはいはい、10人ぐらいでやるとさ、ほんでコーチに、すいません、テレビ局の人がトレード決まった言ってるんですけどって言ったら、うん、そんなわけないやろ、練習してこいって言われてさ、コーチも監督も全然知らないのか、うん、そのままさ練習に行って、でも監督も変わるでしょ、でも西武と変わったでしょ。変わってない。あ、根本さん、根本さんがそのまま行ったから、根本さんがそのまま行ったんだ、あの時。あ、クラウンの時も根本さんだった。で、周期練習は、ね、根本さんできなかった、2軍の監督がやってたからね。ああ、でそのディレクターの人がさ、コーチか監督に言って、うん、ここでトレード決まりましたから、ちょっと取材させてくださいって、うん、本当とかって言って、うん、で取材を受けたわけ、うん、初めて、だから誰も知らなかった。あ、そうなんですか。で取材を受けて、うん、でそれが取材終わってから、なんかトレード決まったみたいですけどって言ったら、お、球団事務所行ってくれ、今で電話かけてきたから。決まったのは阪神とも知らなかったの。いや、阪神とも知らないよ。あ、いわゆるトレードは決まった、うん、球団も分かってないんだ。あ、決まったっていうと時にはもう阪神、うん、阪神だ、うん、そうそう。どうでした、その阪神という名前聞いた時。でそこからね、その球場から球団事務所に行ったら、はい、根本さんと球団代表がいて、はい、でお前阪神行ってくれって、はい、え、阪神ですか、うん、もう嬉しくてしょうがないあ、そうですか、うん、そうそりゃそうだよ、うん、なんかわけわからないさ、球団だもん、西武だよ、埼玉っていうイメージあるからね。まだね、球場できてなかったんだよ。そうなんだ、まだ工事中の工事にかかったばっかりか、うん、キャンプの時まだできてなかったんだ、うん、ほんで、あ、これ阪神だ、いいなとか思って、その前の年かオールスターで甲子園に来てたからさ、はい、ところで野球できるしなと思って、うん、なるほど本当喜んだよ。入ってきて54年っていうと、小林茂さんが入ってきた時ですよね。そうどうでした、その阪神というイメージは。俺はそのキャンプの 1日目から、うん、コーチに入ってさ、コーチですよ、ね、定山観光ホテル、うん、でその片岡さんって、あ、はい、いびきがごっつかったのよ、うんうん、分かります。で一緒の部屋やったの、うんうん、そしたら小林さんがトレード決まってさ、コーチに入ってくるわけよ。入ってきましたよ。それで片岡さんと離れて、うん、小林さんと一緒の部屋やった。あ、
小林さんと一緒だった。小林さんと一緒。あ、そうですか。キャンプがね、うん、どうでした小林さんという方は。かっこよかったね。かっこよかったね。真っ白のジャージに着てさ、ちょっとどっちかというと心情的な感じだったよね。でこうサインする時もさ、足組んでさ、でこうやって書いてる。そう、こうこうでこうですよね。で赤いあのロングラークのさ、あらラークのこれかっこよかったよ。うん、でマミさん覚えてますか、小林さんが伝統がない、阪神には伝統がないって言った言葉は。いや覚えてない。あのみんなの前で挨拶した時に、巨人は歴史と伝統があるけども阪神には歴史がありますが伝統はありません、うん、いや僕それがすっごく覚えてるんだよ、うんはあ、俺意味分かんなかったから、うん、いやいやでも何なんだこの人と思ったら本当に、うん、もう覚えてない。覚えてない。ああそう、うん、挨拶で言うたんですかそれ。挨拶で俺1年目やから分かんない。それで岡はその次の54年のドラフトだよね。これはもう自分で阪神という、うんね、小林さんのね、一番最初に聞いたのは、うん巨人の選手は試合前にひげ剃るけど、うん、阪神の選手は試合終わったからひげ剃るとか言ってた。それは聞いた。小林さん、小林さん、なるほど。あと飲みに行くときにひげ剃ると。でも巨人の選手は試合前にひげ剃るって聞いた。ああ、なるほどね。うん、その違いがある。違いがある。だから勝てない。勝てない。大体試合終わってからやな、ひげ剃るの。で岡はさ、その希望がやっぱ阪神だったの。プロ野球だったらどこでもいいって。そう、どこでもいい。さっき西武ね、はい、だから前最初西武できた時でしょ、うんうん、西武が一番熱心やったんですね。おー、まあ、西武よりもね、プリンスホテル、うん、そのだから1年前に中尾さんとかね、一、うん、つ上の石毛、石毛、うん、だから西武とプリンスホテルで一緒にできたんですよ。あ、社会人も、はい、だから石毛さんとかもう相当たるメンバーに、メンバー入ってるよプリンスホテルに、ね、あのね、多分俺出されたの石毛がね、ほとんど決まってたんだよ。いやだから真由美さんいらないと、うん、そうだからプリンスホテル入って2年して西武っていう、うん、そうあれです。あ、そうだよね。そうそうそう、そうだ、うん、それも多分あるかもわからないですわ本当ね、うんうん、それで阪神に入ると決まった時は、でも地元が大阪だし、いや僕も阪神ファンですよ。そうでしょ。あの早稲田もあの猛虎会入ってますから、はい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 、大学時代もなんかサークルに若い時っていうか小さい時の写真でさ、あの優勝パレードやってるの車を見てたから、親父がね、親父が結構面倒見てたんですよ、うん、選手を。あ、そういうことか。そうです。これ実際にさ、うん、阪神にこう真由美さんも岡も入ってきて、その阪神というチームはどうやっていう感じだったんですか。うん、いやいや俺は、うん、もうとにかくまあ関西まで4つあったんですよ、近鉄、うん、南海、阪急ね、うんうん、だからまあ、関西に帰ってきたいのが、まあ、セ・リーグはあと、あとヤクルトと西武ですからね。ああ、そうなんだ。あの地が、はいはいはい、まあ、東京というのはあったけど、うん、まあ、それで、まあ、どこでも、もうプロ行くつもりだったんですけど、うん、阪神は、まあ、あの時あの小林さんスカウト、小林さんと、小林さんいたのよ、田丸さん、田丸さんね、田丸さんが上に行ってたんですよ、はい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 、部長だったか、田丸さん、うん、阪神だけ、うん、サードは空いてないよって言われた。僕がいたからね。だからあとは、うん、阪急もみんなサード開けて待って、開けて待ってました、ま、だからあの時ブレイザーだったからね、うん、ブレイザーですよ。そうだよね。で真由美さんはさ、阪神のイメージどうだったんですか、入った。僕野球に関してですよ、遊びじゃありませんよ、うんうん、いやあのね、うん、やっぱりね、大阪、九州の人間からすると大阪ってね、ちょっとね、なんかこうあんまり印象良くないのよ。なんで、うん、なんかね、すごくなんか騙されそうな気がする。なんでそんなことないよな。騙されるってうまいでしょ。いや、うまくはないでしょ。うん、いや、それでね、やっぱ球団もね、ちょっとね、やっぱなんかこうごたごたがあるみたいな、あイメージ、あのイメージはね、結構なんかね、田淵さんもさ、なんか夜遅くにあのトレード決まったからって言われて、そう、ね、そう、あの夜中に決まりました。向こうはガタガタしてるんで、こっちは喜んでるから。あ、そう、田淵さんは怒ってましたから、あ、そういう印象あったね。あ、でもあの小馬さんが入った時ね、うん、小馬さん最多勝取ったでしょ、はい、で僕ホームラン王でしょ、うん、で3割バッターが3人か4人ぐらいいたんですよ、うん、それで勝てないチームだったんだよな。いやだから俺は入った時ね、うん、あ、こういうチームでレギュラーになれないと思ったんですよ、あのアリゾナ行ったけど、来た時に、ね、あ、だから2年間アリゾナでしょ最初、2年間アリゾナだった、まあ、ブレイザーもあった、だから
1月のね20日過ぎにブレイザー1回来たんですよね甲子園に。ああそうだったかな、合同自主トレの期間にね、うん、その時にだから、守備コーチ の市原さんね、市原さんいたね、通訳兼、はい、兼守備コーチ、ブレイザーに呼ばれて、新人は1年目から使わないからと言われて、いきなりいきなり言われてさ、あそう1月の二十何日にね、そんなこと言うからね、俺だからどういう意味かわからんかったよ。あそうそれで僕は足の怪我するじゃない、うん、あれあったよ、あれはいつだったんじゃん、あれ3年目ですか、あ3年目か、あれ3年目です、あそうそう最初だから、でまあ内野手用のグラブ持って行ったんですよね、で市原さんと安藤さん、ね、そう安藤さん、安藤さんと市原さん、うん、そう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 、どこ回ってたんかな、でセカンド回ってたんかな、でも俺なんかその時も怪我したから膝、いやいやまだしてないしてないし、いやしてるけどシーズン入って、あシーズン入ってからさ、あとでサードも、はい、サード守ったんですよ、ね、でサード守ったね、うん、キャンプであったんですか、中西太さんがバッティングメンバー言うのに A グループ A 組誰誰誰誰で B 組最後にヒルトンとか言ったんやな、あれね、痛い中西さん1日間違ったんやあれね、ほんでヒルトンで誰やヒルトンで誰や言い出してヤクルトのヒルトンらしいでとか言って、あそうそう、あれなんでヒルトン取ったのね、もうセカンドでね、セカンドですよ、そうそう、それはもうだからもう外国の外国人監督だから取れた、そうそうそう、ブレイザーのあれだもんね、もう揉める原因になってもらって、でもね考えるとブレイザーのシンキングベースボールいろいろ言うけども、うん、そんな、まあ、こんな言うとブレイザー監督に失礼だけども、うん、そんなびっくりするような野球やりました、そんなに違ったことなかったけど、うん、俺びっくりしたのはブレザーに呼ばれてちょっとビデオ見てくるよって言われて、うん、何ですかって言って見たらさ、守っててさこうやって守ってて、うん、ほんでキャッチャーがインコース構えたらこうすんのよ、やっぱこっちが三遊間が多いなと思ったらこうするやん、つま先開けと、開くなって言われたのよ、開くな、うん、そう開いてるからブレザーベタ足ですもんね、うん、あそう、あの内野手みんな俺もベタ足言われたんです、うん、こうやってやるからもしかしたらバッターから見えるかもしれないって言うし、うん、じゃあ、うん、こっちのこうやった方がスタート切れるからちょっとこうしながら体重もこっちにって言ったら、あもうこのままこうしとけってわけ、そう、そう、もう動かないでくれって言われてよ、そう、かかとも上げないですね、うん、こう前にやるなよ、俺はだからサードとかそんな言われてないんだ、うん、後ろの引きをどうなりするんや言われてね、遅れるからって細かいこと言うなと思ってさ、それ聞いてよ、でも野球の作戦はそんな大したことない、大したことないよね、だから僕が怒られたのは全力疾走だけは怒られました、言われたね、言われたな、言われた、あれだけは立派でしたね、あれは徹底しとったね、徹底してた、ずっとビデオでさ撮っててさ、そう全力疾走だけは、でブレイザーの後は誰だ、で中西さん、中西さん、あ中西さん、中西さん、5月15日ですよ、もう忘れ、うん、俺忘れもしないな、それよく覚えてるね、1年目で5月15日、あそうか、でもおかにしてみたらさ、ブレイザーが辞めるってなった時は気持ちはどうだったの、いやいや、その前にもう試合出てたんですよ、4月の20末ぐらいから出だしたんでね、岡、はい、うん、とヒルドンと、まあ、ちょこちょこ変わりながら出てたんで、そうそうそう、でこれがさまたうるさくなってきて周りが、うん、でも岡田さん、岡田さんって言われるしさ、でまた打ったしね、うん、最後神宮でね、ブレーダーのタクシーに石投げられて、そうそうそうでもあれでね、あれでもう決定的なね、対談なんだよね、でもね、まず岡野さ、うん、インコースのさばき方っていうのはちょっと天才的なものがあるでしょ、うん、高校、大学からああいうインコースのさばきっていうのは、いやいや、大学ですね、大学、だからインコースはもうね、もう全然苦にならなかったですよ、あ、そう、そんな切れるようなファール打つことないだろ、打つないですないですね、ここもとにかくインコースのボールを三塁線ゴロでね、うん、三塁線をファールにならないでゴロで抜くのが醍醐味ですよ、右バッターの、あそうなんだ、ファールにならないでね、うん、あのインコースのさばきは、誰なんですか、いやいやコーチでさ、山内さんや、山内さんのあれあれはすごい、でも岡のねインコースのさばきとちょっと山内さんのは違うんだろうね、違うんだよな、うん、いや俺僕山内は分からないですね、僕ずっと中西さんですもん、岡はさ、うん、ちょっと左にちょっと浮
かして抜いていく。あ、うん、ファウルにしないように、ね、しないようにこうな、そうかもわからない。山田さん腰ピュッキュッと開くから、だから岡野はすごくバットが体から離れないよね。そうよく言われたのは、ね、キャッチャーが打たないと思ってトロッとしたら打ってたいうの。ああ分かる。近いところで、ね、近いところで、だから前ではさばいてないですよ。そういうことだよ。前でさばいたらファールになるからね。で大学でのそのホームランってのはさ、やっぱレフト方向へのホームランがほぼ、それはレフト多かったですね。あ、まあ、ライトも打ったんですけど、まあ、それはもうレフトですね。レフトです。すごかったもんな、僕あの室内での岡田のティーバッティング見た時、ああこのヘッドスピードはすごいなと思いましたわ。まあ、大学生入ってきて、うん、結構数字残していいっていうか、すごい大学生が入りましたっていうけど、うん、やっぱプロのまっすぐにはまだついていけないなと思ってたのよ。そしたらやっぱりあのヘッドスピードついていけるとね、それでびっくりした。だそんなに戸惑いなかったんじゃないか。あ、打つ方はね、うん、そうだろう、うん、でもさっきも出てたけど、なんでこのチーム優勝できないかなと思った。ああ、それはだからね、その僕はよく言うの戦争でね、まあ、巨人広島かね、やっぱりね、どうだったんですか、強かったけど、なぜ勝てないんだっていうような。いや、やっぱピッチャー悪いなと思って。あ、まあピッチャーね、ピッチャーね、そこに行くよね。そうそうそう、そこに行くね。よう打ってたけどね、ただね、野手の戦力すごかったですよ。すごかった、うん、俺さピッチャーだよね。その小林さんとかが辞めて本当にピッチャーいなくなった。いなくなったで、あの時にあの池田が入ってたでしょ、地下ね、うん、それ中西と中西、うん、これ1、2かなんか、1、2、ね、でこれ見ててね、あれこれもしかしたら勝てるかもしれないと思い始めた。真由美さんが池田近房に、うん、お前そんな投げんなとかなんとか言ったんでしょ。1年目ね、1年目、1年目の最後の試合かなんかで、うん、実証かかってるとかって言って、うん、一生懸命、うん、あいつが肩痛いとかなんか言って投げてるから、無理すんなよって、来年来年とかって言って、ね、それは何、その60年の、うんうん、シーズンはひょっとするぞと思ってたんだ。思った思った、俺キャンプで言ってるはず。言ってた言ってた、うん、言ってたでしょ。だから俺たちあのキャンプの時って同じグループでもあるよな、うん、その時だ、俺前さん聞いたの覚えてる、うんうん、いやこれ絶対今年は優勝やでとかって言ってた。僕はそんな手応え感じてた。いや俺はね、うん、足怪我した次の年だから。ああ、そうか、60年か。そうそう、だから58年に怪我してね、うん、で59年はもう、まあ、ファーストやったり、うん、ライトやったりでね、うん、で吉田さんに代わってセカンドだから、そうそう、59年の奥にね、だから俺がライト行った。前田さんライト行くんだ。そう、前田さんライト行ったんだよ。とにかくまあ、であの時選手会長になったんですよ、また前の年、59年に、ね、そう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 、だからまあみんなのね、選手会長ってみんな行くといけないんだけど、自分がレギュラーポジションまだない時です、僕は。いや、あの時ね、その前俺が選手会長で、うんうん、岡が怪我をしたら、なんかちょっといろいろ悩んでるなと思ったから、岡の部屋に行って、もう岡お前選手会長やれよって言ってあげたの、うんうん、そういうのが岡にとっていいかなと思ったの、うん、俺ちょっと押し付けちゃったような形で言ったんだけど、いろんなものを背負った方が、うん、俺岡がいいかなと思ったのよ、うん、岡はその方がいいと思って、うん、でそれよりもさ、ユーザーさんも初めから決めてたよ、セカンドって、うん、だから僕、うん、オフに聞いたんですよ、うん、なってシーズンオフに、うん、あのセカンドで戻るっていうの、平田入ってきたってのもでかいんだよね。平田はだからね、その前の前の年やから、うんうん、で1年目試合にあんま出てないのに、騙されました言ってたからないマユミさん膝が悪いって言ってたじゃないでしょってだから入ったんですけどって一個目だ、動けるじゃないですか。あいつの1年目さ、俺130試合出てるねよあ、そうなんですよ。でマユミさんがライトコンバートするじゃない、うん、それ納得しましたもん、うん、納得したよ。だって俺膝本当悪かったし、またいや本当本当本当、うん、前十字靭帯ちょっと、うん、もう切ってるか伸びてるか分かんない。で岡田が怪我して俺セカンドやってたでしょ。やってた。でセカンドやってて、うん、であの平田がショートやってたから、ショートやった、うん、今更ショートに帰るっていうのもなとか思いながら、あ、なるほどね、うん、最初平田がセカンド入ったんやね、うん、俺が怪我した時は。そうやったかな。それで結局入れ替わったんですよね。そうそう、それでもう前山さんライトのコンバートはもう納得してのコンバートだったんだ、うん、あの外野結構自信あったね。あ、そうなんですか。守ったことあったんですか。若い時あの守備固めで外野入った、あのライオンズの時、うん、そうそう、あ、うん、それで岡がセカンドにはまるわけですよね。そうそうそう、それで60年のキャンプですよ、はい、まだ忘れないわ、前山さんが勝てるだろうって言ったの、うん、やっぱりね、中西がやっぱやってくれたのがさ、よかったよ。だんだんこうベンチに近いように 前にちょっと守る、ライト守ってて、そのライト守ってさ、これ抜かれたらどんなすんだよな思いながらさ、でも前に行ってんのよ、嬉しくて。